高田リオンのゴーイブニング。さあここからは素敵なゲストをご紹介します。島根県大田市出身のシンガーソングライター近藤夏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シンガーソングライターの近藤夏子です。夏子さん、はじめまして。はじめまして。この FM サインに登場していただくのは、うん、多分かなり久しぶりだと思うんですよ。そうですね、もうすごい失礼な発言ですけど、私の記憶にはもうないぐらいそうですよね。そこで私もですね、ちょっと調べたんですけれども、はい、2014年に、当時島根県松江市の殿町にあった本社の方にですね、来ていただいているお写真見つけて。本当ですか。そうなんですよ。もしかしたらそれ以降に電話出演とか何かあったかもしれないんですけれども、はい、またこうやってこの番組 FM サインの番組にご出演いただけて、私もすごく嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。私こそなんかむしろそんな10年近くも空いてしまったっていうことが申し訳なくて、あれですよ、決して地元を捨てたとかそういうわけじゃございませんよ夏子さん、はい、地元の方には収録とかで帰ってきてるわけですか。あ、そうですね、テレビ番組出させていただいているので、それのロケで月多くて2とかで、少なくても1は帰ってますし、そこにプラスしてまさかのプライベートでも帰ってるっていう、だいぶ島根大好き女なので、今月6月は3回帰ってる4回帰ってるそんなだいぶ帰ってきてますねいやでも本当私すごいなと思うのは、やっぱりいろんなメディア、テレビであったりラジオにも、出演されていて、なおかつ音楽活動を並行してちゃんとやれる方ってなかなかいないと思うんですけど、そこはやっぱり自分ちょっと待って、ちょ間違ってますよ。あ、そうだ、音楽活動を並行してるんじゃありません。音楽活動が主の道路です。メインですもんね。その才能がゆえにちょっと私も口が滑ってしまいましたけれども全然ほとんどの人がそう思ってくださってると思うので全然失礼なことではないんです。どっちが主っていうのは正直私も今はあまり考えていなくって、もう本当にどちらも楽しませてもらってるので、歌ってるパーソナリティでもいいし、パーソナリティが歌ってるでもどっちでもいいんですが、音楽活動も特に最近は結構活動的に活発にやらせてもらってます。そうなんですよね。はい。それもそのはずですよね。うん、4ヶ月連続リリース今年はね、行いましたもんね。ちょっとその話を聞かせてもらってもいいですか？あ、もちろんです。3月から3月、4月、5月、6月と4ヶ月連続リリース、デジタルリリースっていう形でやらせていただいて、で、その前が3年半リリース空いてるんですよ、私。で、3年半ぶりのリリースが、3月、4月、5月、6月と4ヶ月連続っていう形で、自分でもすごく、そんなに一気にやるのっていう驚きと、まあでも驚きよりもなんか嬉しさ、そんなにリリースしていいんだっていう喜びの方が大きかったですね。ファンの方にとってはこれきっと嬉しかったですよね。反応届いてますか？いや、すごくすごく届いてます。ファンの方々、ずっと応援してきてくださってる方々は特に3年半ぶりのリリースが4ヶ月連続っていうことで喜ばれてますし、5月にリリースした約束って悪くないなっていう楽曲なんかはずっとライブとかで歌ってきてたんですよ。ただリリースっていう形にはなんかちょっと勇気がなくて、自分の中ではなんかこう広く誰にでも聴いてもらえるっていう環境にその曲を放つっていう勇気もなかったですし、もっと大きく言うと、その3年半リリースが空いたっていうのはちょっとなんか歌に対しての自信もなくなってきてた時期だったんですね。で、なんかおしゃべりの仕事、おしゃべりモンスターとか最近言われてるんですけど、なんかそういうおしゃべりのお仕事は増えていっているけど、歌ってていいのかなっていう、なんかちょっと迷いみたいなのもあったので、3年半空いちゃってたりとかして、まあ、その間もね、ファンの方々は、まあ、ラジオっていう場所があってくれたおかげでずっと応援してくれていたので、そういう方々にやっぱり楽曲を届けられたことがまずやっぱり私も嬉しいことです。誰かに褒められたいからとか誰かに評価されたいからっていうので歌ってたりとかしてた部分結構大きかったんですけど、私は他者の評価が気になる人間だったんで、でもそれが苦しくなっちゃって歌から離れてた分、戻ってくるっていうか、まあ、3年半ぶりにリリースするときは自分がもう歌って作り上げたところで満足してれば OK みたいな
のを結構意識したんですよ。今作にとっては本当に自分の素がちゃんとこうもう全編出てるってことなんですね。本当にそうですね。赤い糸リリースして第2弾のバーバーちゃんなんかも話しかけてるようにもう本当に自分が喋ってるみたいな、うん、でも喋ってるがもしかしたら4弾全部4曲全部大きなテーマとしてはあるかもしれないとかありますね。もう喋ってるみたいに歌ってるみたいな。なるほど。はい、ではですね、ちょっともう最後になってしまいますけれども、その最新曲ですね、はい、一番最新曲、Dear You についてちょっとお話しいただきたいんですけれども。はい。Dear You は、ちょっと誰にも聴いてほしくない曲ですって言ったら、ツイッターでもそう。そうですよ。でもこういう風に言っちゃうと、誰にも聞かれたくない曲なんですって言ったら、じゃあリリースなんでして、みたいな、じゃあラジオ電源を振ります、みたいになっちゃうかもしれないけど、ここがまたこじらせ近藤夏子のいいところだと思って聞いてほしいんですが、誰にも聞いてほしくないけど誰かに聞いてほしいっていうのが今回のこの Dear You のテーマで、まあすっごいもう王道のというか失恋ソングなんですが、赤裸々に書きすぎていて、まあ Dear You ってタイトルにもあるように、その相手あなたへっていう意味なので、その彼にしか聞かれたくないぐらいの彼への手紙ぐらいの、まあ情けなくてみっともない、失恋したけどまだ未練たらたらなんです、まだもう確実にこの歌詞の主人公の子まだ泣いてるよねみたいなそれが伝わってくるような楽曲なんですが、この曲もでも喋りたいこと、ねえねえちょっと私失恋したんだよね、恥ずかしい話なんだけど聞いてくれるっていうテンションで皆さんに披露するっていうのを決めました。この後オンエアするんですけれども、はい、はい、ではですね、最後に今この FM サイン、今久しぶりの登場ということで、今このラジオを聞いている FM サインのリスナーに向けて最後にメッセージをお願いします。はい、はい、もう本当に私は地元島根県大田市生まれ育ったんですが、まあ好きなんです、忙しくても何度も帰るぐらいで、なんでそんな好きかっていうと、やっぱ帰るとリセットできる自分もいますし、で改めて帰るとやっぱいいとこだなって気づけるとこもたくさんあって、もうそういう帰る場所っていう意味で山陰島根っていうのがあってくれないとこれからも頑張っていけないと思っているので、そういった私の地元の方々にこれからも応援してもらえるような、そして自慢してもらえるようなアーティスト、そしてパーソナリティとして頑張っていこうと思うので、これからも応援よろしくお願いします。さあそれでは改めて最後に曲紹介をお願いします。はい、それでは聞いてください。近藤夏子で Dear You。 この時間はシンガーソングライター近藤夏子さんにお話を伺いました。夏子さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。どんなに大切だったかわかるのに、ダメだよなやっぱ私、失ってから気づくなんてあるあるだよね。君がくれたものが全部こっち指さして、
さあおよそ10年ぶりに FM サイン登場ということで、ツイッターでもね、つぶやいてくださってる方たくさんいますね。地元サインのアーティストですから、やっぱり応援していきましょうよね。ぜひぜひ今度はスタジオに遊びに来て生放送にも出てほしいなと思います。お届けした曲は近藤夏子 Dear You でした。以上 Tuesday Go アーティストデラックスのコーナーでした。